自民党の憲法9条改悪の狙いが明らかになるにつれて、反戦平和を貫く日本共産党、そして私大河原敏孝の訴えが多くの市民の皆さんに届きました。多くの市民の後押しを受けてこの選挙戦戦ってまいりました。ようやく自民党の背中も見えてきました。あと一踏ん張り、その頑張りで自民党に追いつき追い越したいと思います。最後の最後まで諦めずに戦い抜いた者だけが勝利をできます。最後の最後まで諦めずに頑張りましょう。よろしくお願いします。